こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。2020年3月19日次世代護衛艦マヤが就役した。マヤはイージス艦となり、以前のイージス艦よりも一段階性能が良くなっている。何よりも B2D ホークアイとの共同交戦能力によってより精度の高い迎撃が可能となる。BMD も SM6 を見据えてすでに搭載されている。護衛艦マヤを少し紹介すると、基準排水量約8200トンで、アタゴ型より約450トン大型化した。全長は170メートルで、最大幅は21メートル、深さ12メートル、喫水 6.2 メートル。軸馬力6万9000馬力、最大速力は約30ノット。乗組員は約300人。SH60kg 哨戒ヘリコプター1機の搭載が可能だ。建造費は約1720億円。イージス艦もすでに6隻建造されている。最新鋭のマヤに近づくため、他のイージス艦も改修計画がもう動き出している。では、イージス艦の迎撃能力がどれほどのものか話していこう。日米両国の協力によって新迎撃システムの実験をハワイ沖で行い、見事成功しました。このシステムは今や通常兵器では最大の脅威ともいえる弾道ミサイルに備えるために誕生した迎撃システムです。このシステムは防衛力の強化には必須の条件になってくることは確実です。内容について少し紹介したいと思います。2018年7月30日、イージス艦マヤは進水式を行いました。海上自衛隊はイージス艦8隻体制を目指しているのですが、マヤは7隻目ということです。中期防衛整備計画に基づいて、平成27年度起工され、新迎撃システムを搭載させたので、防空力が強化されたといいます。このシステムは、敵のミサイルや航空機の位置情報をリアルタイムで共有する、共同交戦能力 CFC ものです。ネットワークシステムを強化したことで、攻撃されたら、即迎撃ミサイルを発射できる状況が出来上がりつつあると言えましょう。イージス艦は艦を見ればその国の防衛力がわかると言われるほど国の防衛に深く関わっています。ですから国の威信にかけても高性能でなくてはならないということです。マヤ型護衛艦の1番艦の全長は 169.9 メートル、幅は21メートル。排水量は8200トンです。かなりの大型ですね。本格的なマヤの就役は2020年で、くしくも東京オリンピックに合わせたかのように同年となっています。マヤには新迎撃システムの SM3 ブロック 2A の発射装置が
デフォルトとして装備されています。マヤの他にも、アタゴ型や政府の秋田県への配備希望でいろいろと。問題になっている陸上設置のイージス・アショアにも、このシステムが搭載予定ということです。少し詳しい話をすると、SM-3 ブロック 2A 迎撃ミサイルは日本の弾道ミサイル防衛では最重要かつ必須の迎撃ミサイルになるでしょう。最近、ちょくちょく北朝鮮が飛翔体を打ち上げたというニュースが流れますが、飛翔体ではなく弾道ミサイルということはバレバレです。韓国との融和ムードもあり、キム主席とトランプ大統領との会談もありましたし、朝鮮半島は落ち着いてきたようにも思えますが、悲しいことにいつ何時手のひら返しに合うのかわからないのが北朝鮮の特徴です。しかも巨大な中国が背後に控えていることも無視できません。韓国に突然ミサイルを撃ち込んだこともありますから、万が一の場合に日本に飛んできた場合時に備えておく必要はあります。この北からの脅威、弾道ミサイルによる攻撃に対応できるシステムを搭載したマヤなら、日本海で弾道ミサイルのドンを SM-3 ブロックで迎撃できるのです。第二次世界大戦からすでに70年が過ぎ、世界の情勢は少しずつ変化しています。誰しも無駄な戦争は望まないはずですが、貧困や経済戦争が原因で本当の血を流す戦争が起こりかねない状況になりつつあると感じている人は少なくないでしょう。こんな情勢では迎撃ミサイルが必要とされるのも当然の流れなのかもしれません。イージス艦上や陸上から相手のミサイルを迎え撃つことができるとすれば、防衛力は強化されます。とはいえ、この迎撃ミサイルが実戦で使用できるのかという疑問も当然出てくるはずです。この場合、イージス艦だけのレーダーのみを使うのではなく、E2Dアメリカ製の早期哨戒機からの情報も共有するネットワークを回して伝えられるので、その点は大丈夫とか。余談ですが、早期哨戒機 E2D の愛称はホークアイ、鷹の目だそうです。鷹のような鋭い目で敵を捉えるということでしょう。少し全一世を風靡した感のある少年漫画、鋼の錬金術師の主要キャラがホークアイという名前の女性で、射撃の名手でした。やはり共通するものがありますね。世界情勢の変化に伴って、海上自衛隊の防衛力強化が、将来的に目立ってくると思われます。以前紹介しましたが、潜水艦では、初のリチウム電池搭載艦、鳳竜や護衛艦、出雲の、甲板回収、高性能な F-35B ステルス戦闘機の艦載計画など、様々な情報が表に出てきています。秘密情報をあえて出すというのは、やはり威信をかけてというわけでしょうか。
一つ誤算と言えるのは B1 哨戒機のことでしょう。あまり目立たないようにしていたのですが、ここへ来てこの機体の重要性も取り上げられるようになりました。空からの攻撃に対応するだけでなく、海中の敵対戦艦能力も同時に維持していないと盾と矛のようになってしまいます。双方を備えてなければ防衛力とは言えません。そして今や世界の空の主役と言っても良いステルス戦闘機を発見する技術も必須とされているのです。 EU 離脱期限を目前に、イギリスではメイ首相が退陣し、合意がなくても離脱すると言い切るイギリスのトランプと呼ばれる新首相ボリス・ジョンソンが誕生しました。アメリカのみならず、イギリスにも自国主義が広まっているようです。まさに混沌とした世界となりました。来年イージス艦マヤが就役するとき、一体どんな情勢になっているのか想像もできません。しかし防衛力を持っていても決して損はしません。護衛艦マヤは女性自衛官に優しい設計になっているそうです。女性の自衛官も増えてきた現在、遅れているという感じも受けますが、新型イージス艦から改めて女性自衛官の活躍の場が与えられたと言うべきかもしれません。もともとイージスとはギリシア神話の知性と戦いの女神アテナ、ゼウスの愛娘の持つ盾アイギスの英語読みですから、女性とは縁があると思われます。